こんにちは、ザツです。今日はですね、シャコタンにウニを食べに来ています。ホタルからですね、だいたい小1時間、行ったところに、あります、シャコタン半島の、三崎というお店に、向かっています。このトンネルを、越えたあたりにですね、結構いろいろウニ丼がいただけるお店が並んでいました。この日は土曜日だったんですけども、どこもかしこも人が並んでいましたので、それだけ人気のある場所だなという感じです。なんでこのシャコタンのウニ丼が有名かというとですね、ウニって開くと明板でこう締めてですね、身崩れをしないようにするんですけども、こちらは明板を使わずにそのまま、ウニ丼として食べるという形をとっています。漁港ということもありまして、それだけ新鮮なものが取れるのだという話です。到着してですね、だいたい1時間ぐらい待ったでしょうか。土曜日の一番いい時期だったんで、それだけ待つことになりました。結構おらんのやな。食べログとか見てても評価がものすごく高いので、結構人気店だということも分かります。ウイルス対策でですね、アルコール の除菌のディスペンサーなども用意してありました。お店の雰囲気はこんな感じです。だいたい100人は入らないんじゃないかなというぐらいのお店の大きさで、それでも結構広くてですね、ゆっくり食べることができました。人気店ということもあって、値段も結構します。限定のですね、赤羽風味ということはものがあったんですけども、そちらはちょっと手が出ませんでした。普通のウニ丼をいただきました。ウイルス対策ということで、真ん中についたてがありまして、このような感じで、いただくことができます。ということで、待望のウニ丼が届きました。これちょっとすごいですよね。量もすごくてですね、おそらく熱に弱いということで、ほかほかのご飯に持てるんでしょうが、すぐに、できるだけ早くにいただかないとということで、できるだけ早くにいただくことにしました。もう先に言っておきますとですね、食べ終わる頃にはもうすでにウニが、溶け始めていましたので、さすが新鮮勝負だなという感じで、早めにいただくことにしてます。なんで怒ってんの？私小さい頃なんかはウニがちょっとですね、生臭くて苦手だったんですけども、ここのウニは生臭くなくて、しかも苦くないと、いうことで、美味しくいただきました。次女の割り箸が硬かったみたいで、私が開けました。本当に硬かったです。ウニ丼にですね、ガーッと醤油かけてしまうとちょっとあんまり良くないのかなと思ったので、ウニはウニで醤油につけて食べていますね。どういう食べ方が正解なのか分かりませんので、もしあれだったらコメント欄にお願いします。地元でもですね、回転寿司とかでたまに食べたりとか、瓶詰めのウニとかもたまに買ったりするんですけども、もう多分それとは全く別物、食べ物という感じですね。私本当に子供の時ウニがちょっと苦手だったんですけども、うちの子供たちが食べれるということは、香りも生臭くなくて、美味しいねということで、また食べ行きたいねということで言ってますので、相当美味しかったんだと思います。うちの娘たちなんですけども、アレルギーがありまして、食事の制限、されてます。で、その状況でですね、匂いとか、
結構味覚とかに、敏感になってまして、ただですね、このウニ丼なんですが、全然子供たちでも、いただけたので、本当に香りがなくて新鮮、だったんだなという感じはしました。ごちそうさまでしたということで、片付けています。持ってくるときはですね、店員さんに持ってきていただけるんですけども、片付けるときは、セルフサービスという形を、取っています。まあ、意外と人気店ということもあってすごく、人も多いんですけども、その代わり回転率もですね結構高くて、まあ、1時間に何人ぐらい回しているのかわからないですけど、確か行った時にはもう20組から30組ぐらい、いたと思いますが、それで1時間待ちでしたので、まあ、時期的なものもありますが、あまり待たないでいいタイミングもあるんじゃないかと思います。確かですね、営業時間も、昼の、3時までだったと思いますので、気をつけて、時間に気をつけて、行く際は行っていただきたいと思います。で、この後ですね、小樽からまたフェリーに乗りまして本州の方へ帰りました。まあ、小樽からのフェリーの動画もまた別に用意しておりますので、また、よろしければご視聴くださいませ。本日はありがとうございました。